平井阿之助5月16日から1986年2月21日は、日本の電力土木技術者、電力事業経営者、昭和時代の電力開発に卓越した見識と強い使命感を持って貢献した。また、女川原子力発電所等の建設にあたっては、上岸地震、京町三陸地震による大津波を考慮した適切な技術的助言を与えた。 平井あの助とも書く。松永安左衛門と共に、平井は次の例に見られるように、技術者としての合理性と、電気事業者としての責任感に基づいて地震、津波対策の重要性を説いた。宮城県出身の平井は地震、津波の恐ろしさを実感していたからだろう。上岸大津波は、岩沼の戦艦神社まで来たと語っていたという。 新潟火力発電所の建設に際し、地震による地盤の液状化を予測して深さ12メートルの、超大型の計損基礎を作らせて、火力機器をその上に設置した。1964年の新潟地震の折には、地盤の液状化が10メートルに達し、その有用性が証明された。東北電力の小川原子力発電所の建設に、際して、 海岸施設研究委員会に参画し、上岸地震級の大津波に備えるために敷地を14.8メートルの高台に設けることを強く主張した。さらに引き波時に海底が露出する事態に備えて、取水路を工夫させた。2012年夏の女川原子力発電所2011年3月11日の東日本大震災において13.78 メートルの津波が、女川原子力発電所を襲った。しかし、それは、海抜14.8メートルの敷地に設置された3機の原子炉に達することなく、3機とも11時間以内に、正常に、冷温停止した。放射線モニターに異常値は検出されず、女川原発不設の建物は、 その後3ヶ月間にわたって津波で家屋を喪失した364人の人々の避難所となった。1年後の2012年夏、国際原子力機関は女川原発に調査団を派遣し、92ページの調査報告書を日本政府に提出した。その結論は女川原発の諸施設は驚くほど損傷を受けていないというものであった。 平井に接した人々はいずれも、その不罰の信念と、信頼度の高い技術を開くことなく気球する慎重な態度を証言している。また通産省から持ちかけられた、共同事業を断った時に見せた経営者としての一徹さは、断られた人に、尊敬の念を抱かせたほどであった。ABCD 大島達治、技術砲弾結果責任を負う。 事業経営者のあり方2011年7月25日、町田鉄ニュースの真相明暗。最悪事故の、福島と避難所、長は復興に、不可欠な、東通りのルーツを現地取材。現代ビジネス。http コロンスラッシュスラッシュ現代 .ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ322002014年3月4日閲覧 女川原子力発電所における津波評価、対策の経緯について8、津波対策1式地高さと構造物の配置 P、ティ東北電力株式会社2011年9月13日、東北電力、平成23年東北地方太平洋、沖地震により発生した津波の調査結果について、P10、東北電力、2014年10月30日閲覧、 IAEA、e、ミッショ i 2オ長ガニュークリアパワーステーション2エグザミンザパフォーマンスオブシステムズストラクチャーズアンドコンポーネンツフォローイングザグレートイーストジャパニーズアースクエイクアンドつまみオナアンド東京ジャパン30ジ来から11オーガスト2012 IAEA、e、2014年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ 2014年10月30日閲覧。女川原子力発電所における東日本大震災及びその津波の後の系統、構造物及び設備の性能を調査するための IAEA ミッション東北電力は役番東北電力2014年10月30日閲覧。稲松敏夫電力土木の歴史第2編電力土木人物史 土木史研究第18号。2014年3月4日閲覧。鈴木高村、原子力の安全神話エピソード2。ありがとうございます。